ひなチャンネル。今日はうるせいやつら30話反応会だな。今回のあたるになったてんちゃんの結城葵がぴったりすぎて面白かったわ。いやいや、今回は B パートがメインなんだって。今回も熱く語るわよ。お前の感想は後日だから、その前に実況民の反応な。それではみんなの反応どうぞ。ついにこの話数が始まってしまった。どいて、手の跡150円均一、怪しい。いやー、マックル怪しすぎるな。そりゃ安いな。今時あれつけてる人の見ないな。君何言ってんの、150円でハンバーガーが食えない時代になって泣いています。私が生まれた頃くらいまでハンバーガーがめっちゃ安かった頃もあったんですよね。しみじみ。ハンバーガー今の時代150円でも苦しくなってきたよ。いつの時代だ。今はもうハンバーガーも買えんぞ。もうマックでは150円で食えねえんだよな。うるせえやつらな。う2個で200円。マクドナルドのハンバーガー今170円だからな。まあ、ハンバーガーなら買えるか。令和の今150円じゃハンバーガーは、持てない。値切りの帝王じゃう。昔のハンバーガーに超えてるんじゃないか。入れ替わってる。入れ替わってる？伝統芸入れ替わり会である。簡単に入れ替われるな。俺たち私たち入れ替わってる。君の名は、のパクリ時代考えろ。アタルとテンちゃんの組み合わせ可愛すぎる。シングル性で一番良い曲。80年代に君の名は入れ替わりネタ。いや、転校生があったか。やりたい放題。なってしまったものは仕方ない。当たるの体は頑丈だから多少雑に扱っても問題ないやろう。どうしたっちゃ、てんちゃん。ゆうきあおい姉さん劇場来たる。ダーリンとは言わない。あくどいこと考えるなあかん。そりゃ飛んでても不思議に思わない世界線。当たる入りてんちゃんも可愛い。これは天国。約束すぎるのよ。モブ、そりゃ飛ぶ演じに物おじしないのもなかなかよな。女の子に抱かれたい。今日のラムちゃん、頭を強く打ったっちゃね。チンジと勘違いのハイテンションはいいぞ。逃げるんだよー。見つかった。う、日頃の行いが悪いからだろう。日頃の行いがあるはんと。憧れの胸が歩いとる。ぬっみゆきちさくらさん。これは草。よくなし。反射的に叩き落とすな。う、本質見抜いてる。さすがさくらさん。う、おかん走るの鋭いな。巫女の能力。胸の中で死にたい。テンちゃんにいいやつだったよ。感じる？う、サンキュースケベ。胸触って感じる？わわろた。さくらさんにまともな霊能力が、当たるの日頃の行い。あいつは何を言ってるんや？反応性多分な。結城葵に何を言わせてるんだ。う、さっきからおかしいっちゃ。結城葵さんの泣き演技がすごい。あいつに教わったんじゃ、諸星当たるじゃ悪すぎてくさ。日頃の行いって大事よね。自分の日頃の行いの悪さを利用してる。お乳飲みたい。お乳中、極めて幼児的な発想だろうが。幼児が極めて幼児的な発想なんて言わないんよ。あっと令和にはギリギリですよ。これはしょうがねえだろ、赤ちゃんなんだから。お乳ぐいー、さくらんぼをつけちゃった。目標470個は謙虚だな。う、当時流行っていた人格交換機とは。はしたない、はしたない。さくらさんいいぞ。うん、いつも通り。当たるは戻ったか。少年誌で父のマセロと成人女性に迫る幼児を書く。ルミ子さすがだ。ラムと入れ替わらない当たり、まだ TS ブームが来ていない頃の原作。ラムちゃんにイヤーマックルつければエロエロに持っていけたのに。つまり最大2人までしか入れ替われんのか。地球では人格交換機が流行っていたのか。何日連続で帰国してると思ってるの。恥を知りなさい。カバンごと忘れてる。タイトルがケイズって昭和の漫画でもなかなかない表現だよな。うちがいないとダメっちゃね。セーラー服のラムちゃん、飛んでるから間に合うなよ。このタイミングで重要かい。弁当だけ持って何しに行くんや。ドラマルモンかな。ドカン、青いタヌキたちがいそうな基地だな。とある猫型ロボットアニメでそういう秘密道具ありそう。煙出てるけど。発想が防災観光すぎる。なるほど、マリオの土管の中はこうなってるのか。壁抜けバグか。4次元で迷子。この場合の信用できんは多分マジ出しそうする。当たる、経験則からの逃走失敗。う、これは時間の移動してるパターンかな。4次元って3次元空間時間だよな。ラムちゃんも巻き込みやがったな。ワープ先は土管じゃないのね。当たる、ラムちゃんまで巻き込んでしまったか。教師も呆れてるよ。闇芝居みたいになってきた。日常でのあの回を思い出してる。未来に来ちゃってるギャング。同窓会ってことは未来の学校にワープしたか。10年で老けたな。勝手に殺すな。う、温泉がバーコードになっとる。バーコード、ハゲ上がっとるやないかい。温泉の頭が死んでる。温泉マークがかなてんのハゲに。未来に来ちゃったのか。未来に来ちゃった。未来に飛ばしやがった。奥さん、諸星当たる結婚できたの？諸星さんと奥さん。ラムも今気づいたのね。10年後に来てるっちゃ。10年後さすがに実況読みにやってない。
同窓会に奥さん来てるってことは、ピエン、出たこける、当たるの子供、とある江戸川乱歩なコナンドイル君のようだ。見ろ意味来たのにのんきに飯食える当たるのメンタルよ。コナンっぽい服、お前は鏡を見ろ。これはエロガキの顔。男はみんなエロガキ。当たる、さっきてんちゃんの体で同じことやってたぞ。ダーリンみたいだっちゃ。バレエロガキの話してからこれやるの、文脈があって偉い。ラーグな波動、さっき感じるとか言ってたのに、公式脳破壊。体は子供服はコナン、忍かな。忍さんルート、これ忍さんルートか。10年後とか興味深い。富士山頂、富士山頂の浜茶屋とは。富士山頂に浜茶屋を、マジで声がメガネすぎる、似すぎている。うるせえ奴ら原作の10年後じゃ逆にデフレキじゃないか。そのままルーメラン、認めたくないものだな。当たるの子、こける。そっくりなんじゃねえかお。そっくりなのは認めるんだ。そっくりなんかお。認知問題である。ナムちゃんの子じゃない。こんな形で脳破壊とかきついっす。ダーリンと結婚できないのけ。母親に届けねば、結婚できない。ドラえもんに頼め。もしかして稲葉くんの伏線で今この初期ネタやっとるんか。ナムが母親の可能性をちょっとでも考えたんだな。当たる、誰。う、やっぱりしのぶさんじゃねえか。しのぶルートですか。大人しのぶ美人さん。当たる、今までどこをうろついてたの。学校にも行かないで、しかもいい年して失禁したのね。ラムだけじゃなくて当たるまで意気消沈。ラムの子じゃない。ラムはショックだよな。しのぶがママでよかったな。当たる、ママがしのぶちゃんと分かったとしても、ラムちゃんは脳破壊されたままなんだよな。未来ってあれで決まりなのか。稲葉来たー。未来だけれどパラレルでもあるよね多分。遅刻遅刻。なるほど、ここで稲葉くんか。不思議の国のアリスになってきた。不思議の国のアリスオマージュキャラクター。高校生から10年後で幼稚園ぐらいの子供ってことは、忍派だから原作のこれ見て嬉しくて泣いたよね。今こそ稲葉くんの出番やでと思ったら来た。来週楽しみすぎる。お、稲葉くんで未来が変わる。今日はリョルバートとも素直に面白かった。稲葉に不思議の国のアリスの時計ウサギにモチーフをいっぱい入れ込める要素だな。ウサギって本編に対して AD が泣きメロすぎるだろと思ったけど、本編も泣き液入りそうで。次回扉を開けて前編、 B パートがいろいろ濃かったな。本当のことを知らずに帰っちゃった。当たるとラムが気の毒。まあうるせえ奴らはなんだかんだラムちゃんに幸せになってほしいね。未来の話し面白いな。あのまま忍ぶルートになるのか、変えられるのか楽しみですな。10年後の忍ぶ、結婚指輪してなかったよね。どういうこと。見間違い。みんなの反応はここまでです。これって原作の展開と違うんだ。それは今じゃない、私の感想で語るの。あとケイズが旧作でアニメ化しなかった理由を少し書き溜めてるから、あんたは黙って動画を作ってなさい。うちが怒られる理由が全くわからんわ。そんなわけで本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。